はい、じゃあ5本目で。あ、また俺か。ここに多分置いてる。5本いや俺ら結構ね、一応 DVD3 枚分頑張ってきたから、ね、なんかまあちょいちょいでいくかと思ったら結構大変してもらうなんだかんだで時間ね楽しくなっちゃったもん。一応ね、もう A と B で基本的に最後 A キャンして継続できてるのかなって感じするんだけど、あ、これバレてるね。てかもう多分ね、いやもうバレてるとか多分暴れてる。あれをどうせ無理だろう、ね、補助するのが結局 A セグメント置いてる状態だからね。あ、そんな変わんないな、やっぱり 6C って勝利な。さあ何かを見出そうとしてる。あ、ミスっちゃったー。じゃん、あなた本来は繋がる。てかミスっちゃったってか、今セット当たってなかったよな。本来は何繋がんの。あ、本来は繋がる予想だ。多分キャラゲンだけど、あ、でも俺別にそこに調べてない。ただなんか動画に残るし、なんか一応ネタっぽいの見せる。まあそういうのも大事だもんね。まあ、動画に残ってるか分かんないけど、もう一つネタあったじゃん。あれ残ってるかな。どれだ。あ、ね、裏回り。あー、あるのかな。多分あるんじゃないかな。だからさ、なんか他の構え使いの人がなネタを残してっていうのであれば、ちょっとこうなんか出しちゃって申し訳ないなと思いつつも、さっき動画に残しちゃおうとしてたけどね。タイパップ食らって一応クライは残るみたいだね。ジェちょっと飛ぶ手が裏にお育ちしつつからいろいろちょっと警戒しながらやり始めたんです。あー、足食っちゃったね。せっかく崩したのに。あー、もう痛い、もう前ビューって俺。あ、打たねえや、下でディズムつけた。今のはまあダッシュして落とした方が早いと思ったもん。もうなんかすげえ、もう俺多分わけわかんないなって、ガードしかねえやみたいな。これなんか裏持っちゃったんだよね、どっか行っちゃった。あー、はい、そこ立ち拾いだな。この後なんだよな。あ、こっからか。反省したとこ、反省したとこ。直接ジャンプ攻撃じゃなくて一回 3C 絡めて屈辱さらしちゃった。屈辱さらしちゃった。いや、なんかね、これ構えワンチャンあるんじゃん。あ、回復したがってる、回復したがってるけど、そこまで回復できてなくて置き攻めで車輪使うからどうせ変わんねえ。一回入って、ガメ弾いてるもんね。こっからだな。相手に比べた。はい、なんかこれさっき見も見た気がするんだけどね。まあそれはベジスかな。ちゃんとね、ガード確認してから崩しに行った方がいいんだよね。そうなると、あの崩しのパターンが良くなる気がする。ここでもそろそろ今日ひんねえだろって思ってたんやっぱり、ね、結構これね、オートリカバリーがね、入っちゃうからね。食らってる最中、レバーを F にしちゃうんだよね、俺。でそれで低空でオートリカバリー入って、いつの間にか気づいたら立っちゃってて、それが俺のちょっといけないところなんだよね。まだカーマイン戦は普通に、うん、した方がいい。うん、レバー入れといた方がいいかな。あ、まあ、他の人のコンボが分かんないけどね。俺は一応ああいうコンボ出してる。本当にカーマイン使いのね、どうするんだわ。まあそれが目的で今回ね、うん、まあついでにこういう声も入れてみようかって感じだもん。このキャラ、いや本当クソ面白いんだよね。やってる側、いやめっちゃ面白いよやっぱり。うん、やってる側はすごい面白そうな感じです。そう、カーマイン使うのはやっぱりジレンマもあるしね。あの体力をどう使うかっていう。もう俺は体力も気にしなくしなったけどね。気にするとね、やっぱりね、もう飛び込まれる方だ。あれ、これカーレン君も出ないのかな。こっからもう出ない感じ。わかんない。だいぶ続いてるけど。途中で帰ったからね。うん。まあ用事があるから。突破だったな。お前が2連休ってたから、あ、じゃあなんかやるよみたいな。まあね、休みの時はそれはやっちゃいますよ。だってやりたいもん。アンドロイド面白いよ。うん、これは。まあ、ちょっとね、まあ、まあ、とあるキャラが俺大嫌いだから、その辺にはちょっと当たってやると、なんだかな、なんてだ。俺が今までやってきたことは何だったんだろうって感じてしまう部分もあるが、このキャップはね、
すげえ面白いよ。あれね、なんだね、やることが多いっつうか、考える部分がすげえまだまだあるからさ、それがすげえ楽しい。ほとんどのキャラが一応まだまだ発展途上だからね。なんか完全にもうこれはこいつはこういうことするっていうことが固まっちゃってるキャラクターも、どの人が使っても同じようなやり方です。八王子行った時にさ、知り合いのオリエッタがさマジなんかこのキャラつまんねえけど勝てるわみたいな。でもね、やっぱりでもね、やられてることね、結構ね、ダッシュシーとかなんだけどさ、やっぱすげえきつかったわ。あ、どうしようみたいな、ダッシュ止めなきゃって思ってるんだ。いや、ダッシュ止めよう、ダッシュ止めよう思ってるんだけどさ、ダッシュ止めようと思ってると食らうんだよね。今余計なことしたな。あれ、あー消したい。今のは完全に哀れだった。すげえな、今俺消したいって言った瞬間あいつ飛んでったからね。絶対消してやるみたいな。意地だったもんね。やっぱこういうのなんかいいな、なんかこう喋りながら。あ、消したがってんなみたいな。いや、喋ってる方も、喋ってる側すげえ面白いな、これ。感情移入がね、自分なんだけど。感情移入が入ってきた。動画生だから俺。何か求めてるけど食らっちゃって、ま、ちょっとね。また多分戻り変わり低かったね。ここも構えるし、なんか多分殺しに行くことない。これどうだったんだ。うん、ああでも安いわ。これ終わらないよね。ここいやあれそこね、普通にね、ぶち抜け、A ぶち抜けからあれを CS キャンセル死んだ。あこれ暴れて死んだな。暴れつぶしは今下に出すればあったから有利。うん、まあ、じゃなきゃ出さないしな俺。あの実力が下にある状態じゃないと暴れつぶしリターンないから。CS あればまあリターン出るかなぐらい。あでも確認して一応 EX モードあるか。防衛が刺さる。だいぶ安定してきたな俺も。こうやって見ると。あれ捨てたもんか。うん、なんかやってて楽しいもんこいつも。また、そうじゃない。なんかね、多分さっきまで結構駒投げされたからね、グラフしなくなってんだわ。もうだってもう瞳発生してるもんね。あ、マジでさすが。お育ちにして。いや、あれありだって、あれ。いや、俺もだって多分叫んでたもん。まあね、この前の試合がね、相当チェーンシフトベンジンスやつだからね。そう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 、チェーンシフト来たらガードしなきゃみたいな、ね、単位入れ替わると思ってるもん、ね。まあ、まさかいきなりなんかね、首元かけられると思ってね。意外とやっぱありだよね、こうやって何度もやってると。スキルズは目の前のイケメンがいきなりなんか頭の上に乗っかってんだから。あっ、大谷、放牧のって言ったもんね。あれ、完全不意です。あれ、ちなみに BB 発生ね、ガンキー取るのだよ。これね、多分、駒投げミスだ。ミスだね。裏回っちゃったから。そう。裏行っちゃったから。運びたい。いいプシャンだな、なんだろう。ああ、よく落ちたね。俺の構え痛くねえな。まあ自分で削ってからね。あ、殺しっていう。いやー、マジジレンマだよね。体力ねえと勝てねえって思いつつも、やっぱり体力削んなきゃ勝てねえってなってた。なんでこれにしたんだろう。ってなんかモードらしいところがあるけど、そういうキャラコンセプトなんじゃないかな。修正版でなんか減る量が減少するらしいから、猛威を振るのかどうかってところだよね。いいじゃん、このキャラだそんなに弱くないって。乾燥するね、これは。まあ、調整版なのかな、まあ、その話は次だ。お疲れ様でした。